渡嘉敷カット。悩んじゃうんすね、それどうしようかな。早くいいや、名前言えばいいだけじゃねえか。はい、すみません、高橋です。ほんと、なんかおもろいこと言いたいの。俺もじゃ悩むじゃねえかよ。高橋です。悩んでねえじゃねえか、それ。今回はどんなテーマにしましょうか。まあ、世代交代ですよ。世代交代っていうことについてちょっと話したいと思うんですけども、はいはい。田中君も良かったけども、何もさせてもらえないって感じだったね。まだまだ世代交代はな。そうですね、テクニック、ディフェンス、全て井岡君が勝ってますね。やっぱりキャリアだな。井岡君素晴らしかったね。僕は世代交代って言われるような試合は特別してないような気がするんだけど、タケちゃんはどうですか、なんかある？カストロ戦なんかそうなんじゃないの、まあ、俺でもカストロそんな世代交代なのかな、5歳ぐらいしか違わないからね。でも向こうじゃ100戦連まで100戦中ぐらいやってるから、そうそうそう、だから相当昔からやってるわけだから、そう、実際の年よりももっと上なわけじゃないですか、まあね、キャリア的にはキャリアはね、ボクシング年齢はもうね結構いってるから、うん、アマチュアで200戦プロで100戦、うん、だからやっぱり、うん、でまあ、世代交代、武田さんとの試合の後はもうチャンピオンに帰りたいとないわけだし、そうそうそう、まあそういう意味で言うと、まあ武田ちゃんもその時23、23、23年3歳でチャンピオンになって、まあ世代交代を果たしたっては果たしたわけじゃないですか、うん、まあそういえばそうなんのかな、うん、畠山坂本さんは、まあ、世代交代って、まあ、何個じゃないの、普通の年じゃないよね、坂本君はね、坂本さんは僕の1個上、4つか5つぐらいじゃないですか、僕の1個上、4つ違いですね。あ、じゃあそんな年の差ないから世代交代っていう感じではないよね、うん、あ、でも坂本さん畠とやりたく最後の世界戦だよね、まあそう、そういえばそうですね、そういえば世代交代か、いわゆる日本のライト級坂本有美ところを破ったという、まあけどキャリア的にもね、坂本さんは私の一個への新人王だし、そんなその世代交代っていうほどの、それほどでもないね、そうなんですよね、でも具志堅さんやられた時はやっぱり世代交代というかね、14度目の防衛戦で負けてるから、でも相手の方が年上じゃなかったかな、具志堅さん若くからチャンピオンになってますからね、そう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 、そう21でチャンピオンになって26で最後終わったんだけど、なかなか難しいよ、ね、どうなのかね、俺的に世代交代ってのはある程度年ってたら世代交代と思うんだけどね、うん、まあ年っていうよりも、まあ、うん、ボクシングでもあとキャリアもあるじゃないですか、キャリア積んでて長く、例えば具志堅さんみたいに若くて、うん、若い頃からチャンピオンになったとしても、まあ、十何回やってて、まあ、確かに年はまだ若いんだけどボクシング見て衰えてきてるなみたいなとこってあるじゃないですか、ボクシング的にはね、ちょっと年齢いってるよね、そう、俺国内で言えばあれだよ、ウィラポンか、それは長谷川君がやった時に、ああ、それはあれは世代交代、完全に世代交代だなと思ったね、うん、まあ、ね、年齢もいってるし、14度目の防衛か、15度目の防衛でしょ、うん、日本タイトルマッチだったらそういうの多々あると思うんですけど、うん、世界戦だったらね、そうだよね、綺麗に入れ替わったもんね、うん、ですね、そうですね、あれから長谷川君は自信をつけて11回防衛、うん、そうだよね、10回数回の防衛を重ねるんだもんね、あと辰吉君とやった、グレグ・リチャードさん、あれも勢いあってきたけど、うん、ね、やっぱり辰吉君の8戦目で捉えたよね、そうですね、まあ、一回り違うわけですもんね、やっぱり世代交代だったよね、あれもね、タイソン・バービック、ね、タイソンとバービックもだいぶ年も離れてたよね、うん、あ、まあ、バービックもキャリアの結構終盤ですからね、うん、タイソンとやった試合で、うん、まあ、あれはまさに世代交代じゃないですかね、うん、まあ、最近けど日本の世界戦でいうと、うん、オマル・ナルバエス対イノエラ選手、あ、ね、ね、あれこそまさに親子対決みたいなぐらい、そうだよね、相手もキャリアあってずっとね怪我もされたことなかったから、うん、それがイノエチャンピオンにボコボコってな、本当世代交代って感じだったな、ニランドはなく電光石火の剣待ちでしたからね、本当に、なすべな、控室にお前なんか入れてんじゃねえかって調べに来たって言うんだもん、ね、そうそうそう、ね、そんな、それぐらい鉄控室じゃないですか、ね、リング上で検査しろって言ったらしいですよ、そう、さらすろって言った、鉄アレかなんか入れてると思ったんだから、鉄アレ入れてたら自分の手痛いと思うけど逆に鉄アレ入れてたら重くて打てないですよいや、それぐらいだからパンチあったってことだ、プロアマ20年150戦で初めてのダウン、プロアマ120戦、それは何か入ってると思っても不審じゃない、何かおかしいと思ってもおかしくないでしょうね、でそんな強いわけないと、ボディでしょあれは、うん、ボディね、やっぱ弱いんですよボディ、
海外アルゼンチンはカストロもそうだったけど、あ海外の選手結構ねボディ弱いよね。カストロもダウンもないんだよ。いやーだけど谷原慎二のパンチだよ。さすが井上尚弥のパンチだよ。さすが谷原慎二井上尚弥って言ったらこれ大変なパンチじゃんこれ。そうかもっと自分を評価しないためだってそれは国関係ないですよ。それは国関係ない。もう竹原慎二井上のチャンピオンのパンチは強いもんやっぱり。強いよな、うん、家だって一人で解体できるじゃん。そうそうそうはで自分家半分解体したってことパンチで何にもいらないバーン14スのパンチあのグローブつけて解体したって言ってましたからビル解体とかそれ解体でしょ。それ欲しいって言うでしょ。解体じゃないそれ解体でバカ野郎でもドネアもそうだよな。10個違いか。まあドネアはでも世代交代の感じですね。世代交代だけど完全に白黒はっきりできるような内容ではなかったよね。まあちょっと良かしよすぎたからね前回の。ドネアが調子良すぎたんで節までな刺してしまったからな、うん、井上チャンピオン、うん、そう目をね、まあ、力はまだ残ってるから、うん、まあ世代交代ではないやな、うん、これドネアとウーバーリーがどうなるかこの次ですけどね、うん、あの試合用でね世代交代って言ったらかわいそうですよね。ちょっとかわいそうです。先行はまだ死なずって感じでしたね、ま、力あったもんな、うん、世代交代の条件っていうのはいわゆる王者が晩年を迎えてるのかホープがすごくピークを迎えてるのか両方じゃないですか、うん、両方だよね。両方当てはまるよね。どうなんだろうな。だけどまあねじゃあ具志堅さんの場合どうだったかっていうとじゃあその何でしたか最後の相手、メキシコのグスマンじゃなくてペドロ・フロレス。フロレスがじゃあすげえ上がり調子できたかっていうとやっぱりあれはやっぱり具志堅さんの方のおトレの方がやっぱりすごかったわけじゃないですか。そう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 。いやでもあれは俺負けたもん僕思うんですけど、うん、具志堅さんのモチベーションだけですあれは。いやだからそういうのも含めてやっぱ世代交代ってそういうことじゃないですか。おトレってのはそういうことじゃん。ただに肉体のおトレだけじゃなくて精神的なおトレもあっておトレっていうのはおトレるわけじゃん。ボクサーのおトレっていうのは、うんまあ、具志堅さんなんかもう一回やれば多分チャンピオン、まあね、全然チャンスだったと思うけどね、うんうん、そしたら富樫さんチャンピオンになってないよねそう私にねチャンスくれたからね。そうですよね。いやもう富樫家はチャンピオンになるからって、うん、で戦えば奥入ってくるのに俺にそれ譲ってくれたんだ、うん、ありがたいよね。足向けて寝られないですね。そうそうそうだから尻向けて怒られるだよ。来た怒られるよ。怒られるっていうマジですかね。いやもう大先輩ペースですか。大先輩尊敬してますよ。いつもね YouTube でもよくとかしきとかしきって言ってくれてるんだよ。宣伝になってます。ありがとうございます。トカシさんの場合はあれなんですけどそうなると、まあ、戦ってはいないですけど具志堅さんの次の世代ということで国内ではチャンピオンに返り咲いてるわけですから そうそうそう期待されたんだけどそこまでやっぱり防衛できなかったね。6回目でやられてるからだから5回防衛したら大したもんじゃないですか。あの当時具志堅さん13回だから、まあ、まあまあまあそれと比べれば世界記録作った人だからね。いやそれと何一緒だと思ってるんですか。違うでしょ。いやそれおかしいでしょ。周りはそうやって期待してるわけでもしてないしてないしてない自分の中を考えてたら自分の中金平会長って期待してなかったんですか。まあ、大したことない。じゃあジムは分かってるだろうレベルを。えその前に誰かにチャンスあげたんですよ。その前にあの私の兄弟子に私が日本の3位で1位に、はい、ただひろき君っていたの、はい、その先輩が世界3位とやってダウンして負けてそれで私に2番手で回ってきた。そうですね。だからってことは富樫さんにそこまで力入れてなかった。具志堅さんは私を押したわけ。記者会見で富樫切ってでも金浦会長は、はい、初代会長は、はい、あとは先に1位に兄弟子がいるんだから、はいはい、先にチャンスあげようと。で兄弟子にチャンスあげたんだけど兄弟子がダウンして負けて、うん、で私が2番手で回ってきた、うんうん、じゃあごまじで本当に具志堅様々じゃないですか。そうだよ。何ケツ向けてるんですか。寝てねえよ。なんか寝てるわけない。寝てるわけないだろ。すいません、あの嘘です。寝てるわけないだろ。それで、ね、ついていい嘘と悪い嘘ありますから、本当に。すいません。冗談ですまない話ですよ、それ。するわけないだろ、大先輩だろ。俺入った時にはな、入会した時に5度目の世界チャンピオンだよ。5度目の防衛の世界チャンピオン。大先輩だから。それがとかしきって言ってくれるの嬉しいだろ。でもすごいですよね。5度目の世界チャンピオンが、練習で生だった渡嘉敷さんをスパーリングパートナーでね。いや、まあ両方でやっぱりいいものあったんですよ。すごいでしょ。俺だから初日で腹を割られてるんだよ。初日でよ。バカー。まあけどそれもう考えもんで、こうなるんだったらやるのやだと。ちょっとおかしくなりすぎだよ。ほんとだよ。まあおかしくなったのは具志堅さんのせいです。だって俺数えたんだよ。3万発ぐらい殴られてる。そりゃそうじゃね。3万発っすか。
そうな2万発までは漢字かけたんだけど3万発からあれ漢字かけたら読めなくなった2万100から分からなかったいやそれぐらいすごいパンチだった、うん、他の人は避けれて打てたんだけど、うん、具志堅さんの見えたらもう当たってたもんな、うん、で石の拳痛いんでカン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 頭何個としてますか5つあ5つですか、だから具志堅さんが21歳でチャンピオンになった時は私は高校1年生だから、うん、ああなんだこのさみたいな思ったもんだけどでも感動しておすげえなってで同じぐらい体格っていうのをボクシング部のやつが言ってくれて、はい、それで急にジェラシーになって、うん、何俺よりすごいやつがいるわけないよ、うん、もう俺その先聞いてますよ、それ5万回ぐらい、もう5万回ぐらい聞いてます、鼻折られたね、ポケット、その鼻をその鼻も折られたけどね、あまあいやでも具志堅さんがいたからよかったって、うん、こんなすごい人に勝つためにもう何回も聞いてますから、そうだチャンネルは初めて見た人もいる、いないいないいない、もうでまあそれもそうなんですけど、まあ俺ちょっと聞きたい、タケちゃんのね、あのまあ、世代交代かどうかは別として、うんうん、その竹原対、カストロ、うん、これをちょっと聞いてみたいんですけど、いやいや、うん、カストロは、まあ、3ラウンドにボディでダウン取って、うん、まあ、打ち合いで俺的にはもうかね、まあ後から見ても勝ってた、余裕で勝ってるなと思ったんだけどね、一応 3-0 ですよね、これじゃね、3-0で1人だけなんか2ポイントぐらいの差だったんで、いやそうですね、116-110、118-112、うん、117-100、ワンサイドじゃんと思うんだけどね、いや完全にもうあの左でも勝負決まったよなですね、やっぱりボディを当てることによって右が打てなくなるんだって、ああそうね、はい、まだ残念じゃないかな、僕リーチ長いから同時にこう当てる練習やってたんで、右が来る同時に、でも背格好一緒ぐらいだろ、いや僕のは全然高いですよ、高かった、はい、だってカストロって170ぐらい超長いでしょ、177か、あ、そんなでかいの、うん、100戦も100戦ダウンしたことないですから、なで、てね、まあ自分が自慢しちゃいけないから言ってテリー・ロリス、ロイ・ジョーンズだと誰ですか、デュランとか、うん、とやってもダウンしてないんですよ、おお、それでお前がダウン取ったの、ね、いや、それはすごいな、それは、そのパンチは、その富樫さんの好きな、狙ったパンチなんですか、狙ってない、狙ってない、あんな狙ったって言うけど、本当いつもの癖だからね、そうでしょ、いや、そう練習してますから自然と出たんでしょ、そうそうそう、そうでしょ、そう、でもボディが弱いとは分かったんだろ、ボディが弱いってちょっと腹がポチョンと出て、まあもちろんボディから攻撃するのは決めてましたけど、それを狙った狙わないってなったら狙ってるよね、もう常にこう練習やってんだから、うん、狙うために練習やってんだから、ね、まあ、あれで勝負決まったよな、本当な、まあ、相手もそれでビビったな、ね、井上チャンピオンの土台戦でのボディでダウンと、はい、竹原さんがカストロダウンさせたのと、はい、ダブった人多いと思う、いや多いよ、そうですよね、あのボディもやっぱり焼き付いてる、そうそうそう、しかもね、うん、あのやっぱりお互いキャリアがあるからさ、うん、ドネアもそうだったけど、いきなり後ろ向いて走り出してさ、ただレフリーがポッと入っちゃったんだよ ね、 うまいよね、あれ本当はぶん殴れるんだから、うまいよ、行こうと、井上君行こうとしたらレフリーが入っちゃってさ、っていうふうに倒れたわけじゃないですか、なんで止めんだレフリーって話じゃないですか、そう、あれレフリーはボディが入ったと思ったの、ね、思ってなかった、多分金玉とかローブローかなんかだと思ったんですよ、あ一瞬、そうかそうかそうか、でこう入っちゃってカッソルうまいのよ、わざとさね、いっていっていってこうって来てさ、でマスピースバッて出して、で結局立ったけど、マウスピースつける時間またコーナー戻って、あれマウスピースはめずにすぐやらせてくれたら、そうですね、あれだけで5秒ぐらいぐらいさ、いやもっとあった、もっとあった、まあ、それはあるよね、あれすぐ行ってもよかったわけだからな、でもね、そうそうそう、でもね、あれで勝ったらね、俺どうせマグレだとか言われるから、あれでよかったな、やっぱりあの世代交代っていうと非常にインパクトあるのは勝った方じゃないですか、うん、こう海外とかでそういう試合ってありますか、海外はいっぱいあるの、チャベス・デラホヤとか、あ、チャベス、ね、エルナンデス、ね、ヘナロ・エルナンデス、メイウェザーとか、まあでも、エルナンデスもメイウェザーすごいじゃん、すごいじゃん、何あれ、新旧交代っていうのかな、まあ、だからあの、世代交代じゃん、まあ世代交代っていうのかな、あれを世代交代っていうんだよ、ああ、超上がり上司のメイウェザーと、あー、まあ、ちょっと下り上司のエルナンデスとっていう、最初のタイトルですよね、うん、あ、そっか、そう、スーパーウェザー級で、うん、まあちょ、そういう意味ではちょっと年はそんなに離れていないんだけども、うんうん、あと最近だとパッケオ、デラホヤとかね、年は離れてないんですけど、あ、まあ、デラがちょっと落ち目が来た時でパッケオがまーっパッていった時、年はそんなに離れてないですけどね、うん、2人は、まあ、若い頃にやるっていうことはキャリアが長いっていうことは体はそれだけ使うっていうことだからな、うん、年齢いっちゃうからな、やっぱりな、そこで若いやつがトーンと、あとテリー・ノリス、言われるな、でもレナードあの頃はもう完全にもうね、完全にね、それこそ本当に世代交代で、ね、あれは最後の試合でしょ、いやその後やってんじゃないですか、あ
あ、レナードやってますか。やってるやってんだ。大城には悪いね、意外とレナード。マイソンの時は若者がヘビー級チャンピオンのしたみたいな、サンドダウンして、そうですね、バッタバッタバッタしますからね。まあ、有名なチャンピオンも何人もね、いたから、その人たちが年齢いってちょうどタイソンと当たってバタバタ倒したりもあったよね。まあタイソン時代だったよ、本当にな。そのホープが生まれると、やっぱり次の試合がすごく世代交代した後が大事な感じするんですけど、井上チャンピオンの例に出すとどうですか。まあでも井上チャンピオンの場合ね、世代交代したと言っても、井上くんが強すぎてね。世代交代っていう言葉も忘れてしまい、忘れてましたよ。だからすげえものがね、ある意味風格とかさ、強さとかもう世代交代される側の風格と強さ持ってるんでね、だそのなんか世代交代っていう感じがしない、まあ、チャンピオンだって当然だみたいな、相手が誰でも、それこそナルバエスだろうなんだろうが勝てるわけないだろうっていう目線で見ちゃうんでね、だ世代交代っていうのとはちょっと違う感じですよね。井上君の場合はそう捉えるよね。井上チャンピオンもその戦うチャンピオンたちの動画とか、同じクラスにいるチャンピオンたちの動画見て、あ、俺勝てるよっていうので選んで戦うんだね。だそういうもう自分で読めるぐらいの実力が持っちゃってるんだよね。いや勝てるっていうか、そんなこと言ったら勝てるやついないじゃん。あの井上君がですよ、あ、僕こいつに負けるかもしれないっていないと思いますよ。そう、だからどん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 やっていけるんだよね。それぐらいの実力も持ってるから、すごいよな、やっぱりキャリアもあるし才能もあるんだね、これ。今ね、あの若手がなり手が少ないのもあるじゃないですか、だからじゃんじゃんね、本当にプロ目指してもらってやってもらいたいね。まあ帰国上を果たすとか、まあ、あのまあね、世代交代、俺もっていうさ、選手がこういっぱい出てきてね、あの強いチャンピオンが、まあ仮に井上チャンピオンでもいいんだけど、ね、まあ、チャンピオンも他にいっぱいいるけども、そういうチャンピオンに対してさ、世代交代で俺がチャンピオンになるんだみたいな、もそれこそ具志堅さんの時のチャンピオンだった時の渡嘉敷さんのような、そうそういう若い人たちが ねたくさん出てくるんですよ、ね、今アマチュアでやった子が結構ねやってるけど、僕らみたいにね、あの叩き上げでね、そういう子もやっぱさ、いないね、叩き上げがこれ時代なんだろうけど、まあでも面白い時代になってきたよね。あの井上チャンピオンがこうあのいい試合をするから、そうで子供たちも、あ、俺もこうなりたいとかね、井岡チャンピオンだとか田中康生チャンピオンとかいいチャンピオンがどんどん今出てきてるから、日本はボクシング時代だな、これな。そういや、なってほしいんですけどね、なってほしいね。渡嘉敷さんみたいな勘違い野郎がもっともっと来て、ね、ボクシングやってくれたらいいんですけどなかなかいないよ、この勘違い野郎でポジティブスーパーポジティブから、いや難しいな、これダイヤの原石探せる。いや、お前らもある意味そうじゃない。うちの弟の店です、こちらの鳥見の亭主です、渡嘉敷勉です。たけちゃんと僕がこう喧嘩したじゃないですか、で渡嘉敷さんを引っ掛けるって話だったんですけど、 あれは偶然から生まれたんですよね。なんでかっていうと、で畑なんてガーンと上がったのよな。ああ、畑絶対向きになってやらないじゃないですか。向きになってやるのはいいのに、渡嘉敷さんみたいに何十年ぶりにやるでしょ。そうするとあ、1年やってきました。今日は企画酔っ払い会議。